横浜日劇は横浜市中区に所在した映画館。1953年12月29日に開業。もともとは邦画専門館としてスタートしたが、当時最先端のシネマスコープを導入して洋画専門館に移行。正面に飾られたシネマスコープ日劇のネオンサインで人気を博した。主に洋画の話題作や名作を日本立てで安価で上映。 洋画は、日劇、邦画は、名画座のフレーズで、地元密着型の映画館として親しまれてきた。その後、林海将監督の映画、私立探偵、浜マイクシリーズや、同作品のテレビドラマ版の舞台として、全国的に有名となり、昭和の面影を残すその佇まいへの人気と、相まって、遠方から訪れる映画ファンも多かった。横浜市に生まれ育った、作家、 伊藤潤は中学時代に近所の書店、有林堂で本を買った後、日劇でよく映画を見ていたという。しかし、同館を経営していた中央工業有限会社が工業不振などの理由により廃業。近年では、シネマコンプレックスの台頭による業績悪化に加え、2004年9月の会長死去、同年10月の同社経営の横浜シネマソサイティの 台風22号による深刻な浸水被害が、同社廃業のきっかけとされる。同社経営の映画館は全室の、横浜シネマソサイティや、シネマジャック、シネマベティのほか、渋谷シネマソサイティ、館内マガと相次いで、経営上と内市は廃館となった。横浜日劇は2005年2月18日に閉館となった。閉館後、取り壊しの話もあったが、 tbk など地元のマスコミから横浜の象徴としての存在が消えゆくことを惜しむ声が高かったことから2005年12月に有限会社フレンダムがイベントスタジオとして営業を開始一旦は取り壊しを免れるさらに2006年5月には日劇再生準備委員会が設立され再び映画館として再生させる道が模索された取り壊される 横浜日撃しかし、耐震強度や空調設備の問題などから2007年4月の取り壊しが決定。同年3月17から18日、2日限りの最後の特別上映会と内覧会が開催され、その歴史に幕を閉じた。特別上映会には前室の浜マ,マイクシリーズの映画撮影で使用された実写も展示され、多くの映画ファンが集まった。 この時のニューシネマパラダイスが最後の上映作品となった。取り壊しに先立ち、正面玄関上に飾られたネオンサインは撤去され、横浜市に寄贈された。市ではイベントでの展示活用などを検討している。もぎり台は前室の林会商監督に寄贈され、川崎の映画スタジオに移設された。解体後は2009年1月に地上10階建てのマンション、ライオンズ。 横浜伊勢崎が建てられ、現在に至る。ありがとうございます。